彼にかなり頼ってる、攻撃してる部分はあったと思います。すごい仲良かった印象がありますね。若いうちにどんどん行くことは僕はすごいいいことだと思いますし、久保建英くんがいたりとか、板倉滉くんとかも僕の同じ中学校だったりする。いや、可愛かったっすね。ずっと僕らの後ろをついて回るじゃないですけど。先日アパレルブランドを始められたっていうのを拝見してありがとうございます。あれはどんなきっかけでっていう感じなんですか？サポーターの皆さんとやっぱりこう接する機会だったりが減っていたので、その自分の発信の一つとしてやれればいいかなと思って始めました。あのブランド名シャーキーっていうのがオランダ時代のなんか愛称みたいな。そうです、はい。結構そういう風に呼ばれてたんですか？ヨシアキって呼ばれることはほとんどなかったので、シャーキーって呼ばれてました。なんかそのブランドで今後どういうことをやっていきたいとか考えていますか？やっぱりサポーターの皆さんとの触れ合いと思ってるので、まあみんな来ていただいた方々とやっぱり触れ合えるような会が開けたらいいなと思ってます。じゃあここからJリーグ復帰っていうところ、その2013年の末ですかね、その清水エスパルスへの加入とか J リーグ復帰を決断された。この理由っていうのは何でしたか？出場機会もオランダの時はやっぱ限られてたっていうか、スタメンで出たり途中から出たりっていうのを繰り返していたので、しっかり試合にずっと出たい気持ちと、あとはやっぱり怪我がオランダにいた時に多くて、そこにこう結構悩んでたというかのもあって、やっぱりこう移籍の決断はしました。当時の清水っていうと、お兄さんの俊幸選手もいらっしゃってて、再びチームメイトって、そのベルディ時代かな、吉明選手にとっての兄俊幸選手っていうのはどんな存在ですか？当時そのエスパルスで中心の選手だったので、しっかり参考にもしてましたし、本当にいい兄でありいい選手だなと思います。思い出とかってありますか？その清水時代に限らず。いや、まあ年子なのでずっと一緒にサッカーやってきたので、まあお互い思春期みたいなのを迎えると、本当にサッカーのプレー中以外ずっと喧嘩してんじゃないかみたいな時期ありました。2015年夏で今度東京ヴェルディに4年ぶりに復帰されてっていうのは、まあ期限付き移籍からその後完全っていう形でしたけど、こちらをなんか決断された理由っていうのはどうでしたか？いや、清水でやっぱり試合に出れなかったので、そこはやっぱり移籍を考えた理由としてありまして、でその時にやっぱり帰るならヴェルディかなと思いました。今度は3歳年下の大輔選手とチームメイトにっていう、はい、先ほど年子っていうのはお兄さんとありましたけど、弟大輔さんっていうのはどんな存在なんですか？まあ本当可愛がってましたね、昔から。だけど僕も18歳で家を出てから、なんていうんですか、中高生の弟を見てなかったので、久しぶりになんか会った弟が大人になって一緒にチームでやるっていうのは結構不思議な感覚がありました。そのお父さんがプロ野球選手だったことで得られたことっていうのはどんなことがありました？やっぱ早いうちから、小さい幼いうちからプロっていうのはどういうものかとか、どういうメンタリティでやるものかっていうのをやっぱ植え付けてもらえたのは良かったかなと思います。誰かが野球をとはならなかったんですか？なんかその辺のなんか探り合いみたいなのってありました？いやいや、もうみんな弟がやってくれるだろうみたいな感じはありましたけど、まあみんなサッカーで、まあ、みんなプロになれたのでよかったかなと思います。その3兄弟でみんなサッカー選手になってよかったことだったりっていうのはありますか？やっぱりこう年に1回ぐらいしか会わないですけど、集まれないじゃないですか、ね、そうするとやっぱりこうお互いの活躍がモチベーションにはなってたと思いますね。ずっと僕がオランダから帰ってきてる時もそうですし、ヴェルディなり、まあ今は新潟ですけど、お互いその活躍してたらやっぱ刺激になってると思います。2018年ですね、その J2 へ降格したアルビレックス新潟へ加入、こちらを決断された理由っていうのは何でしたか？ヴェルディでこのまま試合に出てても自分の成長はないと思ってしまったことが一番の理由で、やっぱりこう育ったチームなので大事にっていうかしてもらえる環境だし、プレーも慣れ親しんだ仲間とで得意のボールをつなぐサッカーをずっとやってても、こう自分にないものは得られないなと思ったので、当時全くスタイルが違った新潟に自分を揉まれたいと思ったのが一番の理由ですね。当時の新潟って本当にスタイルが異なるチームだったと思うんですけど、そこから2020年にスペイン人のアルベル監督が就任されたっていうのは、やっぱりなんかそのキャリアにおいても大きかったですか？いや、僕にとってはこう
一番の転機になったかなと思います。チームの変化だったり個人としての変化っていうのはどんなことがありましたか、具体的に。いや、まずはやっぱりこう得意のポジションをやらせてくれる、それも自由にやってこいって言ってくれる監督なんですかね。アルベート監督は僕にこう自由もそうですし、その自分が一番最初に思いついたことがお前は正しいと思ってプレーした方がいいっていう風にこう言ってくれたので、すごい自信を持って中央でプレーできたことが一番自分にとっての転機かなと思います。チームとしてもやっぱりすごく変わっていった部分があったんじゃないですか。いや、そうですね。新潟に来て今まで自分になかった守備でボールを奪いに行く力だったり、攻撃以外のことでチームに貢献するのをやっぱり身につけられていたと思ったので、そこがやっぱりこうアルベルト監督になってからもそこを活かしながら攻撃でもプラスアルファ出せる力が身についたので、そのすごい自分の成長を感じれるシーズンではありました。その2021年になりますけど、全42全部全ての試合に出て15、ただ一方でそのチームとして6位に終わったっていうところで、今思うと何が足りなかったっていうふうに感じますか。最後のところの自分の力が足りなかったなと。後半戦はほとんど点が取れなかったし、なんていうんですかね、出続けることによって相手からのマークだったり結果を残すことによってマークが厳しくなっていったりしたので、そこにやっぱ適応できなかった自分に、個人的には結果出たとはいえかなり悔しいシーズンになりましたね。それを受けてというのもあったと思うんですけど、昨シーズンの新潟っていうのはあの夏に本間選手が移籍したりとか、あとはその高木選手の離脱っていうところもあった一方で、その揺るがなかったっていうのがすごく大きかったのかなと思うんですけど、そこの理由っていうのは高木選手はどういうふうに捉えていますか。チームとしてスタイルが出来上がってるので、その自信というか自分のできることをその自分たちのスタイルでみんなが発揮できてたっていうのが良かったかなと思います。昨年12月に30歳に高木選手になられましたけど、も今の高木義明っていうのはその自身ではどんな選手だと思っていますか。そうですね、前線で何でも役割はこなせる方かなと思います。別にヘディングの高さはなかったり体が強かったりするわけではないですけど、ボールを前にスムーズに運びながらやっぱ最後のゴールのところで顔を出すっていう選手かなと自分では思ってます。2023年今年はどんな1年にしたいですか。しっかりまず怪我してたことを感じさせないようなプレーをしなきゃいけないと思いますし、やっぱり去年のままじゃ苦労すると思うので、しっかり成長していけるような1シーズンにしたいです。では最後に新潟のファンサポーターへメッセージをいただけますか。いつも応援ありがとうございます。今年も楽しく皆さんが観戦できるようにチームとしても個人としても頑張るので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本当にお疲れのところ、はい、すいません遅くなります。いや、とんでもないです。もうやっぱりそのリハビリとかそっちの方で大事なんで、はい、今シーズン頑張ってください。応援してます。今日に限って長引いちゃいました。ありがとうございます。大丈夫です。はい、本当に今日はありがとうございました。